この度は令和2年度経済産業省委託事業中堅中小企業向け税務セミナー、進出先国税制等に係る情報提供セミナーメキシコ編をご視聴いただきましてありがとうございます。KPMG 税理士法人におきまして M&A グローバルソリューションズという部門で M&A と国内国際税務を担当しておりますパートナーの吉岡と申します。本日は大きく2点、移転価格税制以外のメキシコ税務の留意点は私吉岡が、あとメキシコの移転価格税制 の、実務の留意点を移転価格の担当パートナーの須崎が、解説させていただきます。なお動画の最後に、アンケートが出てまいりますので、お手数ではございますがご協力をお願いいたします。皆様からのフィードバックがですね、来年度以降の本県経済産業省の委託事業の継続改善につながりますので、ぜひともご協力のほどよろしくお願いいたします。私の担当パートのスライドの構成ですね、このようになっております。それでは早速内容の解説に移らせていただきます。メキシコなんですが、法人税、法人所得税が国税のみで、税率が 30% となっております。中国と同様でですね、課税年度を企業が選べないということになってまして、歴年のみが課税年度となっている点は特殊な点かと思います。申告期限も短めでですね、3ヶ月以内ということになっております。税率についてはですね、先ほどのスライドと重複している部分があるのですが、こちらのスライドではですね、例えば欠損金が何年繰り越せますかと、キャピタルゲインとロスというのはどういうふうに取り扱いますかと、租税債権の時効はどうかと、連結納税制度の有無はと、一般的な税制改正の時期がいつかなどが書いてあるものになります。欠損金のところなんですが、メキシコに関してはですね、欠損金は10年繰り越し使用できますというものになっています。ただ、インフレ調整がされるというルールになっています。あとですね、当期の所得との相殺制限はないということで、あと、繰り戻し還付制度というのはないということになっています。欠損金なんですが、過半数の株主変更がある場合にはですね、欠損金が生じた活動と同じ活動から生じた所得としか、相殺できないという制限が M&A の場合は出てきますので注意してください。あとキャピタルゲインロスについてなんですが、株式譲渡にかかるキャピタルロスは、同年度同種類のキャピタルゲインとしか相殺できないというふうになってまして、相殺後残ったものに関しては10年間繰り越し利用が可能というような制度になっているというのが、一つポイントかと思います。あとですね、この所得計算を行う際のポイントを整理したスライドがこちらとなってまして、法人所得税の計算上注意すべき、項目が列挙されているということになります。でメキシコではですね、このインフレ調整というふうに書いてあるところですかね、この先ほども出てきましたけども、毎月末の貨幣制資産及び、貨幣制負債の差額の年間平均残高に一定のインフレ係数を乗じた金額を加減算調整するという話になってまして、こういうそのインフレ調整という論点が出てくるのがメキシコでの特殊な点かと思います。あとですね、過大利子税制ですね、支払い利子のところですね、過大利子税制が導入されているというところが、一つのポイントになってまして、もともと過小資本税制が別にあるんですけども、過大利子税制というところも導入されているという話になります。これまた後ほどご説明させていただきます。あと重要な点はですね、この一番下の紺のところですかね、損金不残入の費用のところで、正式な電子領収書がない費用に関しては、損金算入ができませんというルールになっているというところで、この電子領収書というところが一つ重要なポイントになっているというところでございます。こちらのスライドはですね、資金注入したときと資金を戻してくると、還流してきたときにどうなるかと
というところで、資金注入のところはですね、お金をメキシコの子会社に貸しましたという場合ですね、その結果支払い利息が生じるという時にどんな課税が生じますかということで、こちらのスライドで、上の方で利子控除制限制度という話の解説をしてます。各国同じような構成でこちらのスライドを作成してますが、利子控除制限制度、メキシコの場合は課題利子税制と過少資本税制についてはこちらで書いてあるということになります。メキシコに関してはですね、先ほど少し触れさせていただきましたが、もともと過少資本税制がある中、課題利子税制が導入されましたと。で、過少資本税制というのは大きすぎる借り入れ、資本が過少ということで、逆に言うと借り入れが課題だという話で、大きすぎる借り入れとして、株主資本の3倍を超える借り入れに対応する利子は、課題利子という、ということで損金不算入となるというものですが、もう一方で課題利子税制というのが出てまし、できてまして、大きすぎる支払い利子としてですね、要は所得に対して利子が大きすぎるということなんですけども、税務 EBIT だの、30% を超えるものが課題だと、課題利子だということで、税務 EBIT だの 30% を超える利子は損金算入ができませんというようなルールになってます。両方とも利子の損金算入を制限する制度になってまして、こちらはですね、いずれか大きい金額が損金不算入となる制度となっています。で、この課題利子税制に関してはですね、10年間の繰り越し規定があると。もともと儲かってないと損金算入できないというのは非常に不合理なので、通常はこの繰り越しという規定があります。あとですね、このデミニマス基準と金額基準というのがありましてですね、金額が20ミリオンメキシコペソ未満の場合にはこう制限がないよねというルールになっているかと思います。20ミリオンというのは日本で約1億円ぐらいですかね。はい。続きまして、資金管理の話ですね。配当利子ロイヤリティで戻してきた場合、源泉税、メキシコの源泉税なんですけども、配当が 10%、 利子が 21%、 ロイヤリティ源泉税が、内容によっては 25% なのか、35% ということになってます。で、日本との条約だとですね、配当は通常 5%、 利子は 15%、 ロイヤリティは 10% に引き下がるということになっております。そうですね、特典制限条項はないということになります。で、撤退時のキャピタルゲイン課税というところで整理させていただいてますのが、これメキシコの子会社を持ってましたと。で、その子会社の株を譲渡しましたと、日本の会社がという時に、メキシコとしてもですね、外国の会社がメキシコの資産を譲渡しましたよねと。なんで、そこに譲渡益が出ましたら課税させてくださいという話、そういったルール、要はメキシコで税金払ってくださいというルールがありますかということが書いてございます。で、結論としてはですね、こちらに書いてますが、メキシコの国内法でですね、対価の 25%、もらった金額の 25% もしくは、儲かった金額ですね、譲渡益の 35% の、課税というのを選択できるということになってますと。で、日本とメキシコの租税条約でもですね、25% 以上保有の株の譲渡ですね、5% 以上の売却に関しては、租税条約上もメキシコに課税金を認めているというルールになってますので、結果的にはメキシコと、日本と両方で課税されるという話になるかと思います。で、生産時の、残余利益に対する課税のところですね、これ生産時の課税のところはご参考までです。ここで説明させていただいているのは、基本的に財産を換金して現金しか残ってない会社を、生産した場合、残余財産の分配を受けた場合に、メキシコの課税関係がどうなるかという記載があります。ちょっと他国と比べてですね、かなり複雑な制度になっているというところが、ポイントかと思います。
でこちらの表はですね、見方としてはですね、メキシコの会社がメキシコの国内に子会社がありますとか、メキシコ外に、子会社がありますと、そういう場合どうですかみたいな話を説明しているのがこの左の列のですね、居住法人のところですね。居住法人縦列ですね。で、これまあメキシコの会社が逆に投資先、メキシコの会社を持ってましたっていうのが、まあ、左で、の投資先が居住法人の場合と、で、まあ、メキシコの会社が外国の子会社を持ってましたという場合が投資先非居住法人というような見方をします。でメキシコはですね、まあ、メキシコの会社がメキシコの会社投資してて、メキシコの会社から、まあ、配当もらいましたという時に、ここに書いてますけども、国内法人からの受け取り配当は免税となるという話があります。で株の譲渡益ですね、そのメキシコ法人株の譲渡益に関しては、まあ、通常の所得と合算して課税されるという話になるというところですね。はい。で外国配当はどうかというところですけども、まあ、今も配当に関しては普通の課税対象として課税されると、でキャピタルゲインも課税という話がまあ書いてございます。で、こちらのスライドですね、は、まあ、法人税以外の細かい税金のお話がまあ書いてあるというところで、お時間のあるときにですね、ご確認いただければと思います。はい。でメキシコではですね、まあ、数々 の、 間接税関係ですかね、の優遇税制が設けられているというところで、まあ、こちら別途ご確認いただければと思います。進出形態のメリットデメリットというスライドもそれぞれの国でご用意させていただいております。こちらもですね、お時間のあるときにご確認ください。で、PE 課税とパーマネントエスタブリッシュメント、まあ、恒久的施設がある場合の課税のお話ですね。でこちら国際税務基礎編でご説明したような PE の類型について、国ごとにそれぞれご用意しておりますのでご確認いただければと思います。建設 PE の期間が、まあ、6ヶ月ということで、まあ、若干短めになっているというところかと思います。で、MLI ですね、多国間協定下のアンダーラインされているところですけども、こちらなんですけども、現状未発行という状況なんですが、まあ、こういう条項を変えようという話で、まあ、日本とまあその方向性が一致しているところに関しては、この補助的準備的除外 の、まあ、ところですね、とあと、まあ、ポイント大きなポイントとしてはこの問屋取引のところですね、まあ、これに類する、まあ、コミッショネアとかの、まあ、第 2P の強化というところが、まあ、メキシコも、まあ、インドとかと同様に、変えようということになってますので、これ日本との条約でも変わってくるということで、メキシコ側のですね、PE 課税の強化という話が論点として出てきうるということになるかと思います。まあ、条約がこの MLI がちゃんと発行して施行されれば、メキシコで PE 課税の強化がしやすくなると、条約でも認めているということになってくるので、まあ、ちょっとポイントかと、まあ、その変わる時期も含めて、まあ、要確認ということになるかと思います。で、税務調査から訴訟にどうやって進んでいくのかというプロセスについては、こちらのそれぞれの国でこういったスライドをご用意させていただいておりますので、お時間のあるときにご確認いただければと思います。で、最後、そうですね、ホットトピックなんですけども、それぞれの国でこういったのお話がありますというスライドをご用意しています。でメキシコではですね、この4つが、まあ、ホットトピックになってますと。で1つ目が、まあ、特集なんですが、ちょっと重要なところかと思いますね。で、BEPS の、まあ、国際税務基礎編でもご説明した BEPS のピラー2と、
いう、まあ、第2の柱って話があって、過少課税支払い否認ルールっていう話があったんですが、そうですね、まあ、その過少課税支払い否認ルールを意識した制度になっているということで、例えばですね、こちらに書いてますけども、タイとかベトナムの関連者から、メキシコの会社が、まあ、仕入れましたみたいな状況の時にですね、その仕入れ代金が損金不算料になるということがあり得るということですね。で、まあ、この理由としてはこちらの2番括弧2の条件に合致してしまうということになるとは思うんですけど、メキシコと租税条約がないと、タイとかベトナムが。で、これらの国、タイとかベトナムの税率がですね、ここで書いてある 22.5% 未満というところで、まあ、その税率が、まあ、この 22.5% 未満で、その税額はないよと。なので、仕入れ額の損金算入が規定上適用されちゃうということがあると。損金算入の否認というのが規定上適用されちゃうということがあり得るということで、そうですね、我々のお客様でもですね、その昇流変更みたいなことを検討されているというようなお客様もいらっしゃるということで、まあ、ここがちょっとその、まあ、改正があるかもしれませんが、ちょっと重要なポイントですね、まあ、対応策が必要という話があるということになっております。で、この二つ目が PTU と労働者利益分配金という論点になっています。で、PTU はですね、課税所得、まあ、こう一部調整ありとなってますけども、の、10% を毎年ですね、従業員に分配しなければならないというような、制度があるということで、まあ、実質的にはですね、所得に対する法人税の税コストが、まあ、30% と、で、その10%さらに加えて 10% は従業員に分配しないとダメということで、まあ、その儲かった金額の 40% の、まあ、税金みたいなものを払うみたいなお話もあってですね、この PTU を、まあ、一定額に節税するというか節減するというためにですね、この労働者の全員を、まあ、人材派遣会社を設けてですね、そこに所属させるというような、なんで、まあ、姉妹会社を作るみたいな実務がよくあるというのを、まあ、がありますと。なんで、まあ、それによってですね、その要はコストプラスしか利益が出ない人材派遣会社を作ってですね、この PTU を、まあ、そのコストプラスの利益の 10% に制限すると、まあ、PTU の金額をですね、そういった対応みたいなのがよくされているということがあります。こちらがですね、その、まあ、そうですね、こちらを利用できなくなる方向性で改正をしようみたいな議論が進んでいるということで、この、まあ、そもそもの、その、そうですね、この制度が、の存続性も含めてですね、改正の動向には、注意が必要ということになるかと思います。はい、で ③ のところですね、これ課題支払い利子税制ということで、これは先ほどご説明した論点になっております。はい、で ④ もですね、PE の課税、定義の変更ということで、まあ、そもそもですね、メキシコの国内法でもですね、その代理人 PE の定義を、まあ、厳しくしましたみたいな話があると。でなおかつ、先ほどの MLI と多国間協定の話で、税条約、日本との条約上も変わってくることになってくるので、この PE っていうところには、メキシコに関しては注意して見ていく必要があるという話があるかと思います。はい。で、最後、コロナ関連のところですね。メキシコに関しては、あんまり、税制上の措置っていうのはないということになっているかと思います。はい。まあ、こちらのお時間のあるときにですね、ご確認いただければと思います。以上、私、吉岡からの解説とさせていただきます。ありがとうございました。ここからは、メキシコの移転価格税制に関する概要と実務上の論点も含めた最新動向について解説いたします。
KPMG 税理士法人国際事業アドバイザリー部門にて移転価格を担当しておりますパートナーの須崎より解説いたします。まず移転価格税制の概要と算定方法について解説いたします。最初に移転価格上の関連者の定義ですが、 OECD の移転価格ガイドラインや日本の税制では関連者の定義は 50% 以上の持分関係があるかどうかを形式的な判断基準として置いています。メキシコの場合、直接または間接的に支配している関係であったり合弁事業への参加者等とされておりますが、資本関係に関する明確な基準はなく、基本的には支配関係があるかどうかを実態に照らして判断していきます。そのため 50% 未満の出資であったとしても実態としてコントロールしている可能性があると判断される場合には、納税者として明確な移転価格ポリシーを持ち、独立企業原則に基づいて取引価格の検討を適宜行うことが予期せぬ移転価格リスクを抑える第一歩です。その他 PE についても移転価格の対象とされるほか、メキシコの第三者と事業を行い優遇税制を受ける企業についても移転価格の対象となり得ることが規定されておりますので、この点も注意いただければと思います。移転価格の対象期間は原則5年となりますが、租税回避等の行為があった場合対象期間は延長されることになります。移転価格算定方法は大別すると、価格自体を比較検討するカップ法、利益配分の状況を検証する利益分割法、一般的に子会社側の利益率が妥当かどうかを検証する利益率法の3つとなり、基本的に日本や OECD の規定と同じでございます。総合協議 APA に関しても実績があり、現状も協議は行われておりますが、日木間、日本とメキシコの間の総合協議の実績は現状それほど多くなく、メキシコ当局が総合協議を行う相手国は米国が現状多数を占めている状況です。日系企業の場合 APA のケースが多いと思われますが、日米間取引と米国間取引リンクさせる形で、もしくは日米間の APA における前提条件の一つとして米国間、アメリカとメキシコの間の取引価格を議論するケースも見られるところです。ここからは移転価格文書化に関するルールについて解説いたします。まずローカルファイルについて解説します。ローカルファイルは納税者が実施する国外関連取引の価格設定が独立企業原則に基づいて適切に行われたのかを取引別に分析し証明するための文書を指しています。メキシコの場合、日本と同様に税務申告期限までに作成することが求められ、さらにレポート対象年度の翌会計年度の12月末までに提出することが求められます。作成義務者は年間売上高の基準に該当する場合のほか、メキシコにおける上場会社、連結納税を実施している企業、半官半民の事業体、それ以外に PE、 いわゆる恒久的施設に関しても作成義務が課せられております。そのため対象が日本や他国と比べて幅広いことが特徴かもしれません。ローカルファイルの作成・提出がなされていなかった場合のペナルティもこちらの表にある通り設けられております。したがってメキシコにおいてはローカルファイルの作成・提出は最低限の対応として必要ということが言えると思います。マスターファイルについてはローカルファイルと同様になりますが、作成・提出義務があり、その基準が日本と異なっており、日系企業でも対象となる可能性がありますので、その点ご留意いただければと思います。最後に国別報告書ですが、作成・提出基準は原則 OECD のガイダンスに従っていますが、年間のグループ売上高が120億メキシコペソ以上の最終親会社となっており、現状 OECD の基準である7億5000万ユーロの最終親会社の売上高よりも低くなっております。したがって日本において作成提出義務がない場合でも、メキシコの子会社 P
PE において作成停止義務が発生する可能性がある点、国別報告書に関してはご留意いただければと思います。なお、最終親会社側で提出された国別報告書の情報を自動情報交換によってメキシコの税務当局が入手できない場合や、日本側で作成提出しなかった場合は、メキシコ所在の子会社が、もしくは PE が国別報告書を税務当局に提出する必要があります。またメキシコに所在する公正会社等においては国別報告書に関する通知を提出する義務が課せられております。このページでは日系企業を中心にメキシコにおいてどのような移転格調査・課税を受けているのか特徴を解説いたします。日系企業の場合、現地法人が果たす機能及び負担するリスクに応じた利益を獲得していない、特にメキシコ子会社側で赤字が継続しているケースが調査・課税の発端となることが多いのは他国と同様です。加えて、役務提供の対価支払いについては、サービスの内容やそれによる便益・メリットを精査し、サービスの提供がメキシコ法人にとって十分あったのかどうなのか、きちんと示した上で、またそのための書類・商標類の整備等も求めることが多いようです。またコストをベースとした対価算定方法を役務提供取引に関して採用する場合、メキシコ法人に対して請求されるコストのベースが真にメキシコ法人に関係するものか、配布された費用については配布された費用の計算根拠が合理的であるかどうかも細かく見られることが多いという状況でございます。同様にロイヤリティ支払いに関しても、特に受け手であるメキシコ法人におけるメリットを明確に示すことが求められ、逆にそうしたメリットが示されない場合、ロイヤリティの支払い自体が否認されることもあり得るというところが近年のメキシコにおける移転格調査や課税事案の特徴と聞いております。そのため、サービス、いわゆる役務提供であったり、無計算取引に関しては特に、その実態をできるだけ詳細に説明できるようにし、特にメキシコ法人におけるメリット、便益を明確に示すことを心がけることが重要です。それとともに、商標類の整備と計算根拠の整備も必要であり、そうした資料、データを整備し、対価設定の妥当性をできるだけ移転価格文書に落とし込んで整備していくことが税務リスク対応の第一歩といえます。また、メキシコの場合、マキラドーラのスキームはもちろんのこと、米国との取引関係が多くを占めるため、メキシコの移転価格問題を検討する場合、米国との取引にかかる価格設定方針も含めて検討することも、グループ全体の移転価格リスクを削減する上で重要になるものと考えます。現状、メキシコではオンラインや電話会議形式での税務調査や総合協議対応が継続的に行われております。ただメキシコの税務当局が COVID-19 新型コロナが移転価格に及ぼす影響の取り扱いに関するガイダンスを出したり、移転価格文書化税務調査等について何か取り扱いを変えるというスタンスを公表している事実はございません。ただし他の税制と異なり移転価格の場合、通常の取引・事業を通じた価格設定やその結果である利益率に焦点を当てていくことになりますので、グループ全体の利益の減少・損失の発生に関して移転価格設定方針を変更することが必要なのか、もしくは契約条件や機能リスクの負担ポリシーを踏まえて柔軟な移転価格の見直しが可能なのかどうかを検討していくことは有用と思われます。特に第三者間においても契約条件の見直しや出荷・発注停止に伴う予期せぬ在庫増への対応等交渉の余地があると考えられる場合、関連社間においてもそうした条件等の見直しの検討余地があるかもしれません。また COVID-19 の影響を直接受けるであろう2020年だけではなく、2021年以降の後続年度における影響も含めて収益に及ぼす影響を整理し、納税者としての移転価格の在り方を検討していくことが重要になります。特にコロナ前後、
この前後の状況との比較検討を行い、機能リスクだけではなく市場環境、経済環境や政府の支援状況、規制、こういった外的要因も企業の収益に及ぼす影響を広く見極め、移転価格分析を行っていくこと、その結果を移転価格文書にて整理しておくことが将来的な税務調査への備えとして今こそ重要になるかと思われます。ただそうした対応は子会社単独では困難ですので、本社が全グループの取りまとめを行い方針を提示するほか、現地における税務調査対応の支援を行っていく、これが当面の重要な課題になろうかと思われます。この度は中堅・中小企業向け税務セミナー、海外各国における税制・移転価格の最新動向に関する解説をご視聴いただきありがとうございました。海外に事業展開される企業の皆様におかれましては、新設された国の最新の税制を把握することだけではなく、国ごとに違う税務当局の特徴、執行体制や日々変わる新型コロナの影響による留意点等をタイムリーに把握するのに苦慮されているものと存じます。本セミナーの内容が皆様のお役に立てたのであれば幸いです。現在左上にアンケートが表示されているかと存じます。お手数ではございますが回答にご協力お願いいたします。皆様からのフィードバックが次回また来年以降の事業の改善にもつながりますので、ぜひともご協力よろしくお願いいたします。また本講義に関するご質問、ご意見などございましたら、私の連絡先までご連絡いただければと存じます。他国の税務移転価格に関する解説も実施しておりますので、そちらもお時間の許す限りご視聴、または資料をお目通しいただけますと幸いです。本日はご視聴いただき誠にありがとうございました。